辻美里さんは奄美市名瀬出身で、9歳の頃から松山美恵子さんのもとで島唄を習い始め、第39回奄美民謡大賞青年の部優秀賞、2018年民謡民部全国大会青年の部準優勝、2020年民謡民部奄美連合大会青年の部優勝などの実績を収められています。現在は関東を中心にさまざまなイベント等に出演するなど活動をされています。本日は林として松地流星さんに勤めていただきます。それでは辻美里さん、松地流星さん、どうぞよろしくお願いします。皆様、旧屋宇賀民商覧ご紹介いただきました辻美里です。今日は3月3日のイベントということで、私は9歳の頃から島唄を習っているんですけれども、島唄を習い始めて一番最初に舞台に立ったのもこのマミパークで、また6年前に大学進学とともに上京をしたんですけれども、島を離れる前に最後に歌わせていただいたのもまたこのマミパークで、今日は久しぶりにここで歌わせていただくということで、すごく楽しみにやってきました。そして今日お囃子をしてもらうのが私の弟の辻流星です。宇賀民商覧辻流星です。兄弟2人で島唄を4曲ほど歌わせていただきます。はい、それではまずはじめにご挨拶代わりの歌で朝花節から歌いたいと思います。聴いてください。
は松山美恵子先生謝る会で柳川通りにある銀天の方で島唄に、ね、習ってたんですけれどもその柳川通りの裏手の方にある欄干山そこの麓にかかっている欄干橋の歌を歌いたいと思います。兄弟では7、8年ぶりですかね、歌わせていただいて
それもまた姉としては嬉しいなと思うところで。次に大島紬のうりぎょらさという歌を歌いたいと思います。大島紬の作るコンデを歌った歌です。お手のいた方はぜひ手拍子などよろしくお願いいたします。Thank you.
しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。辻美里さん、松地龍生さん、ありがとうございます。いや、ちょっとお話の方を軽くさせていただいてよろしいでしょうか。本日ですね、いい感じでイベントを盛り上げてくれました。アマミパークのこのステージで歌を披露されていかがでしたでしょうか。そうですね、私は今主に関東の方で歌う機会が多いんですけれども、どこで歌うよりもやっぱり島の皆様に聴いていただきながら歌うのが一番緊張するなと改めて思いました。すいません、ありがとうございます。ですね、今後の、お二人の抱負であったり、今日お客さんがいっぱい来られているので、はい、お客さんにお伝えしたいことがあれば、はいはい、よろしくお願いします。はい、そうですね、世界自然遺産に登録されてから奄美に興味を持ってくださる方がすごく増えたなと東京の方で歌ってると感じることが多くて、私もまだまだ大した歌が歌えるわけでもないですけれども、自分なりにまた島の良さだったり島歌の良さを、伝えていけるように頑張りたいなと思っております。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。改めて辻美里さん、松地龍生さん、素敵な島歌を披露していただきありがとうございました。皆様にお願いします。